この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって、桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ、秋山！くそ、なんで俺がこんな目に。邪魔だ！くそ、邪魔だ！くそ、どうしちゃったんですか、キリオさん。次は何だ？どりゃ！とことんやってやるぜ！うわぁ！うわぁ！あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ秋山。なんだその面。しつけがなってねえ。じゃあな、次は何だ。負けねえぞ。しばらく寝てる。